はい、動画をご覧いただきありがとうございます。久しぶりにガチャガチャをやってみました。それがこちらです。カプセルプラレール機関車トーマス、ちょっと開けないとわからないので開けていきたいと思います。で、ほい、中身は置いといてちょっと紙切れよ。カプセルプラレールキングオブザレールウェイ編ということで、トーマスのなんかです。ちょっと見えにくいと思うんですけど、ラインナップがこんな感じ。トーマス、パーシー、ジェームス、そして僕この4番のこのね、スティーブン、これが欲しかったですね。あと昔のこのロコモーティブ感がいいですよね。で、あとはなんかこれね、そして今回出たのがこれはあれですよね、スティーブンですよね。これなんかパーツがいっぱい入ってますけど、スティーブンです。はい、というわけでこのいっぱい部品が入っているこれが出たので、すごいね、これ。これを組み立てていきたいと思います。僕はスティーブンが欲しいんです。で、スティーブンが入ってると信じてます。でもなんかこれ臭い気もしますね。で、こういうのはね、説明書もついてるので組み立てていきたいと思います。すごいね、これ。こんなにパーツが入ってることってあるんや。スティーブン欲しいな。これなんかお城っぽい感じです。お城っぽいっていうか、もうお城ですよね、これ。なんか結構デカめ。こういう稼働するパーツもついてます。今ね、こういう状態です。全然想像がつかないんですけど、ここにこれを入れるみたい。レールっぽい感じになっとるな。そしてさっきのこのね、稼働するパーツ、なんかこれ重りが入ってるんですかね。これをここに入れると。おーおー、すげえ。え、何これ。ほんでこんな鎖みたいなパーツがあるんで、これをつけると。何これ、ようできとるな。最後にこのシールを貼ると。シール嫌いなんや、俺は。はい、というわけで完成しました。これ何、どういうこと。なんかこう動くんですけど、ここにね、重りが入ってるんですよ。なんでこういう状態になります。で、こことここに線路を引っ付けれるんで、こういう風になって線路になる。こんなアクロバティックな線路ある。まあ、ここに線路つなげれるんですけども、線路がないんですよね。まあ、あるんですけどないんです。で、唯一あるのがこの踏切をこっちに刺して、で、ここを走らせてみようか。じゃあね、このゼンマイのパースイを走らせたいと思います。いくぞ。ほっ、え、ちょ、待てよし、もう一回行け。行くぞ、パーシー。ほっ！おー、すげえすげえ。おー、すごい。おー、すごい。まあ、ちゃんとね、当たり前ですけど、汽車が来ると、重さでこういう風に線路ができると。ほんで、また重りで上に上がると。おー、すごいな、これ。よし。はい、というわけで今回はカプセルプラレールのキングオブザレールウェイ編。これのウルフステッド城というものがこれみたいですね。でもこれ一つのカプセルにこれが入ってるってすごいですよね。ギミックもちゃんとありますし。で、僕はこのスティーブンがめちゃくちゃ欲しいです。それではまた動画でお会いいたしましょう。どうもありがとうございます。